おはようございます。今日の一曲目は矛を収めて、これ思い出がありますね。歌声運動の先住になれということで、先住者になって、仕事をしておった時に、関西にで、たくさんの先住がいた当時ですね。神戸にも3人ぐらいいたのかな、岡山にもいて、大阪には7、8人かもっといたかな。で、京都は僕一人でしたから、先住者が集まってそこで歌比べっていうのか、まあ僕に言えば歌比べですけど、声楽的な練習を交流するということでありました。で、僕は声楽なんていうのはやってなくて、一番得意な歌、元気な歌がいいかと思って、この矛を収めてというのを持っていて、元気に歌いました。受けましたね。元気に民謡調に歌いましたから、受けたんです。拍手は一番多かったと思うんですね。でも好評の段階でがっくりしましたね。今日は声楽のレッスンですから、あなたは今日はねって言うて好評から外されまして、あ、俺の歌は声楽ではないのかというふうに、がっくり判明して、あ、俺は歌声の中では独自の道を歩いてるなと、かえって逆に自信を持ったような決対な経験をしましたですね。それがこの矛を収めてでしたね。笑っちゃいますよね。まあでも未だに同じように僕はやっております。ではその矛を収めてどのように収まるかやってみましょう。はい。